こんにちは、サクソフォン奏者の斉藤健太とピアニストの秋松本です。はい、今回は前回に引き続き、クレストンのソナタ、これの2楽章を解説していきたいと思います。この楽章は盛り上がりに向かってじっくりとリタードしたりアッチェレランドしたりする箇所が多いですよね。そういうところをわざとらしくなくさりげなくテンポ感を共有するにはどういうところに気をつければいいのかっていうことを中心にお話ししていきたいと思います。まずは前奏ですね。まずピアニストの皆さんにお伝えしたいことなんですけれども、この前奏を弾くにあたって大切なこと、サックス奏者の方になるべくテンポが伝わりやすいように弾くということを気をつけていただきたいと思います。でももちろんメトロノーム通りのテンポで弾かなければいけないっていうことではなく、そうするとすごく均等でつまらない前奏になってしまうの で、そこで念頭に置いてほしいのは右手のメロディー、右手のメロディーはしっかりエスプレッシーをして、逆に左手のこの四分音符は均等に弾くことを心がけてほしいんですね。で、一見、右手はとってもエスプレッシーをして歌う、で左手は均等に弾く、矛盾してることを言ってるじゃないかと思うんですけれども、でもちろん右手が歌ったりして、例えば細かい音で溜めたりしてるところは左手も一緒に合わせないといけないんですが、例えば右手のメロディーが普天四分音符などで伸ばしているところの左手は比較的淡々と進んでほしいっていうことなんですね。で、その左手の四分音符をどれぐらいのテンポ感で弾くかによって、サックス奏者の方がじゃあ自分は2楽章どういうテンポで一緒に合わせて弾こうかなっていうのを前奏を弾いてる間聞いて考えてると思うので、そこを気をつけてピアニストの皆さんはやってほしいと思います。では私が今言ったことを踏まえて2楽章の前奏を弾いてみたいと思います。大事なポイントがありまして、7小節目ですね、7小節目の4拍目からピアノの方左手でラドミノを弾いてると思うんですけど、この次ですね、この1、2、3と3回ラドミノを弾いてると思うんですが、そこは必ず均等なテンポ感で、その前はリッとすると思うんですよね。テンポ感で、それはどうしてかというと、そこの均等なテンポ感1、2、3っていうのを聞いて、サックス奏者の方が次のメロディーに入る大きなヒントとなる、そのテンポ感の手がかりになる部分なので、そこの部分はあまりリッドなどせずに前にダンダンちゃんと進んで、サックス奏者の方にフレーズを受け渡して行ってもらうといい感じで、サックスの方が入れると思います。サックスの皆さんもこのピアノの前奏、一番最初の7小節間の演奏のテンポから逸脱しないように8小節目入ってくることが重要です。ピアノの前奏よりも極端に速かったり遅かったりしてしまうとどうしてもこう音楽の流れがそこで不自然になってしまうので、同じテンポでなるべく入るように気をつけてみてください。はい、そして14小節目にこの2楽章では初めてのリタードスライトリーが出てきますね。ここなんですけども、バカ真面目にそこずっとリタードスライトリーリタルダンドをしていってしまうと、その次のインタイムがなんとなく不自然に急に始まってしまうようになるし、ここまで14小節間しか演奏してきていないので、いきなりここで思いっきりリタルダンドをかけてしまうとちょっとね、
次に進みづらくなってしまうので、ね、はい、表記通りリタードスライトリーわずかにゆっくりするように心がけてください。そしてその先ですね、インタイムに入ってからここラシドっていうところはどっちかというとアフタクトっぽい雰囲気があると思うんですけども、はい、その2拍間で3拍目からの元のインタイムのテンポを取り戻すっていう風に心がけるととてもスムーズにいくんじゃないかなという風に思います。それでは13小節目のアフタクトからピアノと一緒に演奏してみたいと思います。はい、して盛り上がっていくという部分に入ります。ここの流れを説明すると、まず21小節目の3拍目裏のインクリーザーリトルという表記ですね。ここからのフレーズで3連符を使って少しずつクレッシェンドして23小節目の頂点のフィスに持っていくっていう流れになっていくんですけども、ここで同じ小節の4拍目からのソフタシドレシラソのところですねから、それまで前向きだったエネルギーが少しこう緩まった感じ、うん、ドレミレドラレシドレシラソっていう風にこうちょっと緩む感じのところをきっかけにインクリーズ&アッチェルランド、少しこう前に行きながらアッチェルランドをしていくところで頂点まで突き進むという感じだと思います。ここの24小節目の3拍目インクリーズ&アッチェランドから前に進む部分もサックスは普天8分布をメインに進んでいきますよね。でもピアノはずっと16分布というふうに、ピアノの方がここも音が細かいので、どうしてもアッチェランドはピアノ主体で持っていくしかないと思うんですが、サックス奏者の方がどういう風にアッチェランドしたいかっていう風に私たちに示してくださるやり方っていうのはどういったものがあるでしょうか。まずはその普天音符の直前のソラシレっていうこの16音符で前に行く雰囲気をピアノと共有して、はい、まあ、その後どういう風に進むかは究極言ってしまうと自然な流れに身を任せるっていう考えが僕の主たる考えというか考えでやってるんですけども、まああえて何か意識してやるとすれば、その先ですね、四分音符が細かいフレーズの終わりに必ず来てると思うんですけども、そこのブレスの取り方、これが短くてスピードの速いタラララララティラララララっていうふうにこう短く早くブレスを吸うと、ちょっとこう前向きに持っていく雰囲気が出せて、で逆にこうゆったり長めにブレスを取ると、まあ楽譜と表記は変わっちゃうんですけど、ちょっとゆったりする方向に促すことができます。タララ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 ラ、このブレスの取り方のどれくらいこう短く速くするか、逆にゆったりめに取っていくかで前に進む進み方、アッチェルランドの仕方っていうのが提示できるんじゃないかなというふうに思います。ブレスが短くてこう前に行きたい雰囲気を出す方法を先にやってみたいと思います。次はブレスをゆったりしたものにして、今度は楽譜とは違う表記になりますが、どれぐらいゆったりしていくかというのをお見せしたいと思います。そうですね、一楽章の方でも解説した通り、音の処理とブレスの仕方によって次に入ってくるフレーズのテンポ感だとかっていうのをこうお互いに共有することができるので、試してみてください。
はい。